サーシャ・オグネノブスキは、オーストラリア出身のサッカー選手。マケドニア系オーストラリア人。ササ・オグネノブスキとも表記される。オーストラリア国内の下部チームなどを転々とした後、2006年に A リーグのクイーンズランドロアー FC に移籍。2008年途中から、アデレード・ユナイテッド FC に移籍し、同年の AFC チャンピオンズリーグ決勝進出に貢献した。 2009年から韓国、K リーグの城南市は天馬に移籍。移籍金は28万5千5ドル。登録名は、サーシャ。2010シーズンは、K リーグ史上初の外国人首相として、チームをまとめ、この年の AFC チャンピオンズリーグの優勝に貢献。大会 MVP に加え、アジア年間最優秀選手賞を受賞した。2012年7月。 カタールのウムサラル SC に移籍。2014年2月にシドニー FC と契約を果たした。母国復帰は5年振りとなる。ナショナルチームではオーストラリア代表に所属する。2009年、オグネノブスキはマケドニア代表からの招集を受けるも国籍問題もあって試合には出場できなかった。その後、城南での活躍が オーストラリア代表監督のホルガーをジェックに認められ、2010年秋に初めて A 代表として招集された。続く AFC アジアカップ2011の代表チーム入りも果たし、準決勝の対ウズベキスタン戦で代表初ゴールを決めた。ありがとうございます。